時にでもきっと勝利の女神たち君を近くで守ってくれる青い稲妻に飛び乗ってゆくのさ空の果てまでも輝けブルーウェイブ渦巻けブルーウェイ今日はグリーンスタジアム神戸からオリックス対西武の17回戦を解説高井康弘さんでお送りしてまいりますが、今日は7月の月間 MVP が発表されまして、野手部門ではオリックスのイチロー選手が自身9回目の受賞ということになりました。イチロー選手は7月は17試合で69打数29安打ホームラン7本、打点16、打率4割2分という成績で9回目の月間 MVP を受賞することになりました。それではその会見の模様をご覧いただきましょう。ゲームが少なくて、それほど大きなことではないと思うんですけれども、過去、8回ありますけれども、今回は一番びっくりしましたね。よりもこれからは優勝に絡んでいくとすれば、個人対個人という部分というのは前半戦よりは意識というものはできなくなってくる可能性があるので、そういう状況が出てくればまた別ですけれども、さらに前半戦よりもやはり勝ちという
ことにこだわっていかないといけないと思うので、まあ、その中で、そういうものを見せられればとは思いますけれども、まあ、第一に来ることはやはり、勝ちということになるでしょうね。勝って過去2度の優勝がありますけれども、その中で必ずあのムードが上がっていく時期っていうのがあるんですね。そういうのが今あの掴める可能性がある状態にあるとは思います。完全に掴んだとは言いませんけれども、それでみんながやる気になっていくという、その気になるという、そういうムードが作れるような可能性のある状態ですね。まあ、まだ足りないことがあるので、あの勝負もどうやって補っていくかっていうのが、大きな鍵となると思うんですけれども、まあ、さっきも言ったようにみんながこうその気になると非常に強いチームなので、まあ、それは個人個人のプレーによってそういう気持ちが高まっていくと思うんで、まあ、僕も今みんなすごく状態がいいと思うので、それに遅れないように、そして、まあ、また引っ張っていけるように、やっていきたいと思っています。野手部門で7月の月間 MVP を受賞しましたイチロー選手の会見の模様をご覧いただきましたけれども、イチロー選手の9回受賞というのは自己の記録を更新して最多受賞ということになります。それから投手部門では西武ライオンズの松坂大輔投手が初めて受賞しました。4試合に登板して4勝0敗、33回3分の2を投げて奪三振が24、自責点6で防御率 1.60 という成績でした。1完封を含む2完投で4勝、勝利数、防御率、奪三振でリーグトップでした。18歳11ヶ月での受賞は投手野手を通じて最年少の受賞ということです。過去の最年少の受賞は投手部門が95年6月のオリックスの平井投手で20歳2ヶ月野手部門では86年9月西武ライオンズの清原選手で19歳1ヶ月でした。また高校出身のルーキー投手としては初めての受賞ということです。ね、ということで高井さん、4月の月間 MVP、まあ、妥当なところだったと思いますけれども、そうですね。まあ、イチロー選手の、ね、会見をご覧いただきましたけれども、なんか自分のことよりもチームのことを、ね、なんか考えているようなコメントでしたね。まあ、今こうグッとムードが上がってきてるとかね、みんながやる気になってきたとかいうことを盛んに言ってましたよね。そうですね。まあ、まさにその時期じゃないですかね今が。はい、これで完全に乗れるかどうか、この本拠地での3連戦そうですねかかっていると、まあ、相手が、ね、こう西武ということもありますからね、はい、まあ、ここで、グッといけば上がもう一つ力になりますからね、はい、一方投手門では松坂投手、ね、史上最年少で受賞と、そうですね、いうことですが、でも4勝0敗というのはこれは立派なもんですよね。はい、6月はなかなかね勝ち星に恵まれなかったんですが、はい、7月6日のオリックス戦で勝ってその後4連勝ですもんね。そうですね、まあ、6月は2つ負けてますしね、はい、まあ、この7月この暑い時期にねこの高校での、ね、ルーキーがねこう4勝するとはね、さすが大したピッチャーだなと思いますよね。はい、7月の今成績をご覧いただいてますけれども、4勝0敗で防御率が 1.60、完封勝ちが1つ含まれています。もう完封勝ちも2つありますからね。そうなんですよね、まあ、それにリーグ実勝、一番乗りですよね。まあ、西武のピッチャーは石井、それから西口、この松坂と10勝トリオがいるわけですけれども ね、おそらく来週の首位ダイエーとの3連戦はこの3枚看板でダイエー戦臨むんじゃないかと思うんですけどね。そうなると思いますよね。まあ、他にもねピッチャーいますけどね、はい、トヨタとかね、いますけど、やはりこの3人が軸になるじゃないですかね。まあ、松坂の場合にはオリンピック予選のプロ派遣選手に選ばれておりまして、はい、まあ、あと1ヶ月ほどですよね。そうですね、ということで、抜けてしまいますので、あと1ヶ月どういうピッチングをねまた見せてくれるか、
ちらの方も楽しみなんですが、しかしオリックスの方としてはね、手をこまねいているわけにいきませんので、もうそろそろ4度目の対決ということで、松坂を打ち砕きたいところなんですが。そうですね、まあ、早くこう、どっちの球を狙うかの早くこう絞ってほしいですね。はい、やはり、まあ、勝負球というのはスライダーになってくるわけですよね。はい、ということで、まあ、高井さんがバッティングコーチだったらどんな指示を出されますか。まあ、最初の、まあ、1回見てみればね、こう今日はどっちでこう攻めるかというのが大体分かりますからね。はい、その後でこう、ベンチから指示も出るんじゃないですかね。今日のこの風との相談もありますよね。あ、今画面ご覧いただいているようにね、キャッチャーの中島と打ち合わせをしておりましたが、まあ、松坂が登板の時は中島がもうマスクをかぶるということになっているんですが、はい、まあ、しかしベテランの伊藤も復帰してから非常にバッティング絶好調でね。そうですね、ホームランも出ましたしね。はい、まあ、今乗ってるところですけどね。ですけれども、やはり松坂の場合にはもう中島と。そうですね、松坂中島のバッテリー、入念な打ち合わせを行っております。